まだアキラだあ、すいません、ちっちゃったよ、お前。大丈夫ですか？大丈夫です。江口さん、大丈夫でしょうか？はい、はい。ですね、はい、リツコの窓、8月17日日曜日、5時になりましたけれども、はい、リツコの窓、今日も元気に行きたいと思います。はい、暑い夏ですけれども。はい、夏は暑いですよ。夏、暑は夏い。そう。そういう言葉に変えてくれると皆さん、わかりやすい。夏らしいことしてますか？はい。今日はですね、早速なんですけれども、9月に、リツコが出演させていただきます江口新一座の、舞台のね、はい、江口新座長にお越しいただきまして、ありがとうございます、はい、ね、呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、紹介とね、この9月の舞台のお話を少しお伺いしたいなと思って、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、なんか9月の本番が7日日曜日、7日が柳川ですね。で6日が大分編、はい、6日大分、はい、一般の方は7日日曜日、うん、ね、7日の方に、はい、見れます。柳川は、三橋公民館大ホールで行われます。リツコはもう日曜も何回も来てますか、はい、今年で、うん、3回目か4回目だ、はい、4回目だ、ね、はい、今までね、うん、ボリューム5ということなんで、うん、5回させていただいてありがとうございます。とんでもない、もうりっちゃんがいないともうあの弾けないんで舞台が、本当ですか、うん、弾ける毎回舞台踏み抜いていただいて踏み抜いてことはないと思うんですけど、はいはい、やっとですね、台本今日ですよ、ほやほやいただきましたけども、はいはい、やっとできました、やっとできましたっていうかね、はい、もうこれあの2月7日ですよ本番、まああと全然あるじゃないですか、まだありますかね。本番までに間に合えばいいんだから、台本。傾向日程も今日まだ聞いてないっていう。うん。人によって傾向日程違ってきますんで。あ、人によって、うん、人によって違う。うん、これからね、何場所と、今年は何場所とという舞台なんですけれども、はい、江口さん、どんなお話なんですか？あ、話ですか？はい。あ、話ですね。話はね、まあ、よく病気とかで亡くなっていく方がいらっしゃるじゃないですか。はい、その時のこう親族側の方とかはその本当の病名を知ってても、うん、患者には言いませんよね。もう今や言っちゃうみたいですよ。じゃあ割とオープンに、病院によってもあれだけど、はい、一応親族の同意とかね、そういうのを、うん、昔はね、なんかね、どんどん隠してたよね、隠してっていうことがあったと思うんですよね、うんうん、その逆バージョンですね。亡くなっていく方が逆に先に知ってて、うん、家族には全部言わない。家族は知らない。そう。本人だけが知っている。はいはい。だからもうそういうのを知ると家族全体が心配して、はい、いろいろこう悲しい時間がこう長くなってしまう。そうですよね。それを思いやって患者の方が自分の方が一切知らせなくてもパッといなくなって、そこら辺を発想に書いたお笑いの芝居です。そうです。喜劇残暑柳川ナンバショットっていうことで、はい、なんとこの大事はコロッケさんが、そうです、コロッケさんが書いてくださったということで、本当にもうありがたいです。もうね、書いていただいて、素敵な、達筆なナンバショットという、はい、多分コロッケさんも熊本出身だから、このナンバショットっていう意味は、うんうん、分かって、書いていただいてると思います。そうですよね、いつもこの舞台は、まあ、福岡は柳川であるっていうこともあるんですけど、はい、前編筑豊弁、筑後弁ですね。筑後弁。はい。筑後弁で。地元の本当の言葉です、ね。はい。毎年。もうでもなっちゃんもね、あ、なっちゃん、にっちゃんも何回も、あれしたら慣れてきましたね。だいぶ慣れてきました。もう、あの、向こうの人、地元の人じゃないかと思ってるもんね。思われてますね、私。違うの？山川なんでしょって。出身なんでしょって。ね、うん。今ちょっと生まったけど。もう、それぐらいでね、もう柳川には親しんで。そうそう、毎年このね、かわいいチラシの中にイラストが書いてあるんですけれども、はい、なんかこう、いろんな役があって、私今年なんかこうウェイトレスさんの格好してるんですかね。はい、そうです。毎年いろんなコスチュームで出てくれてるんだけど、そうなんですよね。今年は、はい、メイドさんですか。メイドさんです。その格好しているリツコが見えますけれども、うん、はい、ちょっとお色気が入ったセクシー担当、セクシー担当江口真一さんのセクシー担当リツコ、今年も楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、柳川の皆さん、うん、そしてですね、福岡お近くの方ですね、九州からも東京からも、はい、お近くにお住まいの方もそうでない方もぜひぜひ、9月7日、はい、2014年9月7日日曜日、うん、開演3時30分、
今回ですね、1回こきりの公演なんで、はい、そうなんですよね、貴重な1回公演、時間を間違えないように、はい、柳川県、福岡県柳川市三橋公民館大ホール、うん、柳川市役所三橋庁舎隣です、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。今年も楽しみに、はい、いつかも頑張ります、はい、ということで、ぐっさん、どうもありがとうね、はい、ありがとうございます、時間取っていただいて、いえ、はい、それでは、うん、このね、ふるさと振興ボリューム5、はい、ナンバーショット江口真一と柳川特別凱旋公演の江口真座長でした。はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、次にね、本命のゲスト、そうです、お呼びしたいと思います。本当の本命ゲスト、さっき俺声かけられたんだよね、出てたけど、そうなんです、やっぱね、もう次のリツコの窓の時はこれ終わっちゃってるんで、そうね、はい、ありがとうございます。この番組でもご紹介させていただきたかったので、うん、ありがとうございます、はい、お時間頂戴いたします、はい、ありがとうございます。じゃあ私、はい、それではね、さっさと、江口真一さんでした、ありがとうございました。はい、どうぞ。さあ、それでは今日の本命ゲストの方、もう超可愛くて超イケメンが来てくれてますから、早速お呼びしたいと思います。それではゲストの皆さん、どうぞ。イエーイ、いっぱい来た、いっぱい来た、お願いします。お願いします。もうわちゃわちゃとどんどん行きたいと思いますけれども、はじめまして、今日のゲストのラビットアイリス石塚瑞希さん、はい、そして山本愛理さん、はい、そして宮沢しのぶさん、はい、ありがとうございます。お願いします。この窓をということで、はい、はい、ね、はい、この番組で初めて皆さんを知るっていう方もいらっしゃるかと思いますので、はい、改めてお一人ずつね、はい、生の声をお届けしていきたいなと思うわけですけども、心の準備はよろしいですか。大丈夫です、はい、はい、それではあちらのカメラに向かってお一人ずつ自己紹介お願いします。はい、石塚瑞希です。22歳です。普段は役者をやっております。小学校3年生からずっと、舞台に中心に、活動しておりまして、本格的に始めたのは高校2年生なんですけども、今も年に、まあ、今年はそうですね、7本っていう、まあ、すごい数の舞台を出演させていただくんですけども、そうやって、なんだろう、1年通していろいろ舞台に出演しております。今後ともよろしくお願いします。イエイエイ、静香瑞希さんです。あー、緊張した。はい、続いていきましょう。お願いします。はい、山本愛理です。22歳です。私も小学校4年生の頃からミュージカルを始めて、今は映像の方を中心として、最近は映画などにたくさん出演させていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。愛理ちゃん、ありがとうございます。それでは続きまして、はい、どうも、宮沢しのぶです。22歳と続きまして、はい、22歳って言いたいところなんですが、まあ、間もなく29ですね。はい、すいません。僕も役者をやっておりまして、僕は3年半ぐらい前からやり始めたんですけれども、ちょこちょこ舞台に立たせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。宮沢しのぶさんです。さあ、改めまして、ラビッタアイリス、はい、はい、そうですね、ということで、はい、ラビッタアイリスの人、はい、このお二人がラビッタアイリスということなんですけれども、はい、今日のお知らせは、そうです、あ、ラビッタアイリスの、なんかもう、落ちちゃった夏だからね、見てない夏だからね、でライブのお知らせがあるということで、そうなんです来ていただいたということなんですけども、はい、はい、そうです、こちら、このこちらラビッタアイリスは役者でありながら歌を、そうですね、歌う、はい、歌ったりユニット、そうですね、ユニットですね、はい、2人で、言ったら、うん、企画構成演出出演っていう、もう全部やっちゃってるっていう、はい、もう主催して自分たちで、はい、こういうものを やりたいことを詰め込んでやるライブ、はい、ライブです、はい、まあ、そっか、2人ともミュージカルを、そうなんです、やってきてるから、はい、歌とかはもちろんのこと、はい、そうですね、こう楽しくできたらいいなっていうのを私たちのコンセプトとしてやっていて、まあ、ラビットアイリスはもう自分たちができることを全てやっていこうっていうユニッ
ットでこうね、みんなに元気を与えられたらいいなっていうユニットです。元気を与えて、その今まで関わってきてくださった人たち、そして、うん、まあ、ファンの方々、うん、そういう人たちになんか感謝をこう返せたらなっていう意味で、このラビッターが生まれたわけですよ。なるほど、はい、そうだよね。そうなんです。それぞれ小学校3年生から、はい、小学校4年生からミュージカルをやったり、はい、で舞台や映像やいろんなお仕事をされてきてるようなんですけれども、うん、2人でラビッターアイリスを結成して、うん、すごい、なんか見返し、これなんですよ、あれなんですよ、この写真いきなりちょっとね、超私すごいパッと今一緒になってもうちょっとね、後でね、思うかと思ったんですけど、え、これが2人の初共演。そうです、そうなんです。これが小学校5年生の時に、5年生 ?5 年生の時に初共演した共演。そうなんです、私たち、あのずっと小学校4年生から一緒に、うん、まあ、舞台は同じ舞台には出てるんですけど、いつもダブルキャストで同じ役をやってたので、うん、ずっと共演することはあまりなかったんですけど、うんうんうん、この時に初めてこう、うん、多分最初で最後だと思いますね。これがピノキオって書いてある。そうなんです、うん、ピノキオの大冒険っていうミュージカルの舞台がありまして、うん、それにピノキオだったんです。そうなんです。でこの共演する前の年に、うん、私もピノキオでずっとダブルキャストでこうずっと、あ、そうなんだ、2人ともピノキオだったんだ。もう切磋琢磨しながらこうやってました。じゃあ小学校5年からのお友達。そうですね。そうなんですね、はい、でラビットアイリスはいつ結成することになったんですか？そこからちょっとブランクがありまして、うん、こう連絡が取れない時があったんですけども、うん、3年ぐらいですかね。そうですね、ある時わかんない、ここでは何かがあるのかずっとしてたんですよ、うん、でもなんか本当にこの舞台が終わって、なんかプツッと本当に連絡なくなったというか、連絡先が分からなくなっちゃったんですけども、うん、だって、うん、私携帯とかあったの？ありますよ、ありますよ、あったんだ。私は変更できた。小学校の時持ってたんだ、携帯。そうです。なんですけど、うん、私のブログを発見してくれて、うん、ダイレクトメッセージを送ってくださって、何してるのっていう、久しぶり、久しぶり、元気覚えてるから始まって、そうですね、そっから始まって、うん、まあ連絡を取るようになって、ね、こういいきっかけになってですね、私中学校ぐらいで高校に入って、そうだね、中学校ぐらいがちょっと離れちゃったんだけど、そうです、高校でもじゃあ連絡を取り、はい、それでまた同じ舞台に出演することが、うん、そう決定決まって、うんうんうん、そっからまたこう仲良く、そうですね、仲良くって前から仲いいんですけど、うん、こうずっと途絶えてたものがまたこう動き始めて、うんうん、そっからあの2年前にラビットアイリスとしてあの1回ライブを、20歳のバースデー、20歳でなんかお祝い事と今までやってきたことの皆さんへの感謝で何かお二人ね、そうできないかな、できないかなっていうのをきっかけで、じゃあやっちゃおうよって言って、なんかどっちからこうやろうよっていう、なんかあれ多分アイリーが何かやりたいねって言って、やっちゃうみたいな、コンビ結成みたいな、一回やってみようみたいな、そう、なんか自分たちできることって今まで積み上げてきたことで、うん、今まではこういろんな人が私たちにこういろんなものを教えてくださってんだけど、うん、そうじゃなくて自分たち発信で何かできることってあるんじゃないかなって考えて、うん、これがそうですね、バスデーライブをやろうって、すぐ2年前、そうですね、20歳の時ですね。へえ、すごいね、20歳でね、それ自分たちでライブをやっちゃおうって、そう、今思うとすごいなって、本当にでも大変でした。すごいね、すごいエネルギーを感じる、それって、はい、そう、うん、で、ラビッターアイリスっていう風に名前をつけた、そうなんです、はい、なんか由来みたいなのってあるんですか？ラビッターアイリスって、うん、あのまあ、ピント全然来ないと思うんですけど、うん、あのお花の言葉、お花、ラビットアイリスって日本語に変えると、うん、カキツバタっていうお花の名前なのですね、渋いね、意外と渋い花なの。そうなんですよ。で、その、うん、なんでカキツバタのかって言ったら、あやめみたいなやつ、そうです、なんかその花言葉、紫の花言葉じゃないよ、お花言葉、花言葉、じゃあ紫のお花だよ。お花はあやめみたいな感じの、あやめか、あやめか、カキツバタあやめってあったよね。ありますね、なんか漫画のなんかキャラクターで、カキツバタあやめってなかった、うん、まあ、でもあやめっぽい、ね、そうそう、あやめかな、カキツバタっていうのがあって、うん、その花言葉が、うん、この幸運を運んでくるとか贈り物っていう意味があってですね、それからですね、そこめっちゃいいじゃんってなって、うん、これにしようって、でもカキツバタはってしっくりこないなって思っていいよね、カキツバタでーす。なんでもないから、ね、ユニットっぽく
少ないじゃないですか、うん、なんかお笑いコントか芸人みたいな感じ今日ね、これ見てくれた人はみんな「かきつだだ!」って言って、うん、そうなんです、うん、でその、ま、英語というか英語表記の続きに、うん、ラビットアイリスだったっていうことで、いいねってなって、うん、これの名前を付けました、うん、はい、なるほど。でコンビ結成して2年間、曲とか歌は、はい、オリジナル、全てオリジナルですね、うん、大体。あとはまあでもこうオリジナルだけじゃつまんないかな、見てる人がちょっとこう分からないから、うん、こう一緒に盛り上げられないかなと思って、うん、ちょっとカバー曲などをこう折り曲げ、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 混ぜないとダメ、折り混ぜて、うんうんうん、こうライブをこう構成、うん、今してるところなんです、ね、作詞作曲しちゃう。いや、作詞だけ、作詞、はい、なんかね、私もあのちょっと見させていただいたんですけども、YouTube の、あ、載ってますね。あれは2年前の、2年前のバスケライブで、うん、自分たちが書いた曲が、まあ、うんうん、YouTube に上がってるんですけども、なんかでも詩がいい、本当ですか？うん、初めて詩がいいと思った、嬉しい、はい、書いたんですよ。なんか、うん、なんかすごい、ま、なんか私に来る詩だった。いい詩だった。本当ですか？詩がなんかみんながすごいあのストレートなんだけど、うん、思いがこもっててなんかすごく詩がいいなと思って、うん、3曲聞いたけど、はい、はい、で多分もう最初は本当にポエムみたいな感じで提出して、うん、いやこれじゃあ書けませんみたいな、もう作れませんみたいな感じで言われたんですけど、うん、まあでもこここうストレートだからこそ伝わる、うん、えそれぞれ一人ずつ歌ってるのも自分で、そうです、自分でそうやるそうやるとかやるいい曲ちょっと聴いてくださいね、 YouTube で上がってますからね、はい、ぜひぜ ひ、 ぜ ひ、 ぜひ今日もなんか後で歌ってます。あ、いいですよ、歌います、歌います。本当ですか、いいんですか、もう一足先にここで聴いちゃって。でもまあそうですね、ちょっと今作ってるのはちょっと歌えないので、お楽しみということで、今新たに作ってる曲はちょっとまあライブに撮っておいてですね、新曲を作成中、うん、そうです。ね、恋愛の曲が、うん、あやりと私で1曲ずつで、2人の曲をもう1個書き直、書いてて、うん、合計3曲、あともう1つあの曲があるやつを詞を変えて歌うのが一つ、トータル4曲、4曲今ありまして、え、で、でもそれはちょっと歌えないので、後日来ていただいてちょっと聴いていただきたいなっていうので、その2年前に歌った2人の歌がありますので、それをまあちょっと、ちょっと一フレーズサビだけですけどね、歌っていただける、はい、ということで、はい、お、やったやった、なんかちょっとこうかなと、なんかこうなんか手拍子か、手拍子か、そうですね、緊張してきちゃった緊張してきこれは、これは YouTube にも上がってるメッセージ、あー、聞いた聞いたよ、いい歌だよ、そうなんです、最初のあのハモるとこね、そうなんですよ、今日ちょっと、ね、今日はちょっと、髪のところ、髪のところ、いい歌ですね、じゃあ歌いましょうかね、はい、あ、ちょっと緊張しちゃって、どうしよう、本当に、行きましょうか、こういう感じで歌いますね、感じなんですね、あ、なんかアーティストっぽくて、ちょっと盛り上げてみた、テンポが分かんないよ、もうちょい早い、ファイブ、これから先どんなことあっても励まし合って夢に向かって進んでいく、可能性を広げるのは自分なんだ、さあここから始めよう、全ては始まったばかり、ウェイ、いい歌、いい歌だね、リスト好き好き、リスト好き、これ好き、歌詞を重視に聴いていただけたら、ね、嬉しいです、ね、そうね、いい歌、これは2人で考えて、そうですね、歌詞をなんか、うん、このメッセージっていうのは言ったらなんか私は一番の歌詞が私がアイリンに向けた歌詞で、私がアイリンに思ってることというか、で2番の歌詞がアイリンが私に思ってることというか、そう、手紙みたいな、そうで、だからメッセージっていう、なんかね、なんか強くて、そうなんですよ、たくましくて、そう、大人な人と、はい、そう、子供なやつ、私たちの、うんうん、まあ、売りではないんですけど、うん、このデコボココンビっていうのを、うんうん、こう
意外としっかり者みたいな、なんか言ってあるんですよ、ねね、そうなんです、ね、それをこう聞いてる、聞いてる、聞いてる、聞いたよ、うん、そうなんです、入ってるんです、素敵、なんか2人の、ね、仲良さが伝わるね、この歌ね、はい、忘れてた、ごめんなさい、そこのライブで宮原さんが、そうなんです、ね、何をしている人なんだと、ね、そのライブでなんとこのしのぶさんが MC で参加されるということで、はい、はい、はい、MC で出させていただきます。でも、しのぶさんも役者さんなんですよね。はい、そうです。じゃあ緊張してるんだよ、緊張してるんだよ。でも、まあ、今回ちょっとこのライブなんですけど、まあ、ちょっとチラシの値札ちっちゃく書いてあるんですけど、うん、僕もあの企画構成演出でちょっと一緒にお二人と一緒にやっていまして、うんうんうん、あ、企画構成もやってらっしゃる、はい、あ、じゃあ聞いてもいいですか。はい、どんなライブなんですか。どんなライブ、はい、内容とですね、まあ、ライブっていうと、あの皆さん歌だけというか歌をこう想像する方が多いと思うんですけれども、うん、まあ、二人役者をやってるっていうのもありまして、まあ、外にロケ行って映像をちょっと一つのストーリー仕立てにして映像を織り込ませながらライブもやって、歌と映像をこう交互にやってっていう形で、一つのストーリーを作ってみました。映画、はい、映画みたいな、そうです、ショートムービーを含めて、そこに出演者は2人だけなんですか。出演者は何か、いや、1人あの MC 僕と一緒にやる村門壮という役者、ね、役者をやってる僕の相方というか、はい、あなた今相方が、グループ名はありますか。グループ名は何でしょう。 S×S は無限みたいなので、あのツイキャスなんかをちょっと個人的にやってたりするんですけど、二人でやってるんですけど、その相方が今日はいないんですけど、その子がちょっとお二人に絡んだりして、そうですね、ちょこっとだけ、うん、基本二人が主役のショートムービーがライブの中で流れる、はい、そうですね、で、しのぶさんは、僕は、そのロケの日は監督をやってました。おー、はい、じゃあしのぶ監督の、ね、そうですね、映像がこのライブで見れる、はい、ということなんですね。なんです、なるほど、で、あ、そうね、そうです、そうです、聞いてもいいですか、しのぶさんってモデルさんなんですか。そうですね、モデル、まあ、モデルやってた、モデルさん、もともと最初の芸能活動ってやり始めた時にモデルとしてやらせていただいていて、もともとはあの役者になりたいっていうのがあったので、今は役者をメインでやっています。もうね、宣材写真がもうイケメンですよね。イケてて、イケててびっくりみたいな。もうそうなんです、だいぶあのもうモデルさんなのかな、ヘアメイクさんとカメラマンさんにだいぶ持っていただいて、かっこよく撮っていただいてですね。いつぶつもイケメンでね、背も高くて。って言われると何も言えなくなっちゃうので。で、じゃあそのしのぶさんとラビットアイリスの出会いみたいなものは何ですか。ですね、出会いは、うん、私としのぶちゃんが、うん、まあ、きっかけですね。はい、あの舞台で共演、約3本。3本、まあ、その舞台があって、その中で、まあ、がっつり絡んだのは1本だけなんですけども、まあ、それをきっかけに仲良くなって、で、まあ、私がこのラビッタをちょっともう一回復活させたいなっていう思いがありまして、うん、まあ、ちょっとやりたいんだよねっていう話をした時に、ちょっとお手伝いじゃないですけど、なんか当日 MC とかどうですかって話をしたら、あ、いいよって、こうやろうやろうって言ってくれたのがきっかけで、それをこうしてこう愛理とここが出会うっていう、そうですね、でも僕の舞台共演が、そうですね、そうです、でも年間6本ってすごいですね。じゃあ自分でも今年6本、7本になっちゃいました。わあ、7本そうなんです、そうなんだ、ちょっともうバタバタとしてますけど、でも嬉しいですね。忙しいことがこんなに幸せってないじゃないですか、うん、それはちょ本当になんかいいことだなって。それはストレートのお芝居が多いんですか。そうです、大体ストレートな会話劇というかが多くて、そうですね、もう多いですね、もう楽しいんです、お芝居好きなんです。好きだよね。好きですね。見ましたね、この間ね、この間あのちょうどね、先週出ていただいた望月美希ちゃんの舞台に出てて、タユタウですね、タユタウという舞台見に行かせていただいたんですけど、ありがとうございます。はい、あのなんていうんですかね、異次元の
世界の広いみたいな感じで、すごいもうバッチリこうパチンが、ね、上手だった。もうあのパチンっていうのが上手だった。本当ですか？すごかったよね。見たよね。見ました。パチン最高だったよね。SE でしょあれパチン。そうですよね。でも合わせるの大変だった。すごい綺麗に合ってた。音が綺麗に。あれでも気持ちいいですよ。できる子だと思ったもん。できる子だ。ここで。ここで思った。はい、本当愛理ちゃんの方もいじっていきたいなと思うんですけど、はい、なんとすごいんですよ経歴がね。なんとね、最近ですと2012年5月リアル鬼ごっこ3、はい、映画ですね。そうですね、はい、あと11月悪の経典なんかにも出ていらっしゃって、はい、私悪の経典とか超見たんですけど、 ありがとうございます。あの伊藤秀明様にバッサバッサと殺されて、うん、そうです、もう全員見ながらした。いたの？はい、明かしました。いたの？はい、私結構最後の方まで残って、生き残って、まあ結局ちょっと死んじゃうんですけども、あの学校の先生、クラスの誰もがなんかね、人気者の伊藤秀明さん演じる先生がサイコパスで、日頃いい顔してて、みんなからモテモテなんだけども、生徒を裏で皆殺しにしていくという、すごい結構な R 指定があるような、いやーすごい、あの映画が。そうです、見たの？見たんです。私いたんです。結構生き残ってたの？見たどこまで生き残ってたの？私バリケードを張ってたね。ありますよね、あそこまで生きてました。で、あのバリケードの中からこう上からこう砂で、うんうんうん、何人か逃げたよね。そうですね、私は逃げないで待ってたところで、うんうん、まあ砂で伊藤秀明さんが上がってきて、うん、超怖かったあれ怖かった。怖かった。そこで私がすごい気狂ったように叫び散らして死ぬっていう女の子ですね。もう一回見返したいと思います。ぜひお願いします。一応あと剣道部の役だったので、うんうんうん、ね、だって結構ね、みんなそれぞれ、はい、だからメインで、いや、そうなんです。だから山田孝之さんが、うん、まあ、あの剣道のシーンあるんですけど、 あそこが多分私一番顔がわかると思います。剣道部、私昔剣道やってたんですけど、まあ、多分そこからこうキャスティングしてくださって剣道部の役をいただいて、で剣道のシーンもあるんだ。まあ座ってるだけなんですけど、うん、そのところでは披露できなかったら分かんないですよね。外して、うん、正座してるところが私が多分一番綺麗な状態で多分誰血もなく、うん、一番綺麗な状態で、まあ、多分私分かるんじゃないかなっていうのが、すごいですね。あ、ぜひ見てください。レンタルビデオ屋で、はい、ゴーゴーですね、うんうん、なんかあれすごかったよね。なんかサイコパスの伊藤秀明先生が、はい、先生の名前違うけど、あの、うん、結構な山奥みたいなところで、なぜか全裸でやばいよね。あそこはもうサービスショットですね。サービスショットですね。なかなかちょっとあの時は私もププッと思いましたでもいけてた、ね、いやかっこいいです、素敵な方なんで。え、実際どう？いや、すごいいい方で優しかったです。リアル鬼ごっこ3、はい、私2まで見たんですよね。あ、本当ですか。3はでもあの映画化劇場ではやってなくて、もう DVD だけになってるんですけども、それは生徒、はい、生徒で、私はもうこれもなかなかの殺し合いの。そうなんだよね私これもそうだよ、去年3回4回ぐらい死んでるんですけど、役でもうだからずっといつも死ぬ役が最近は回ってくるんですけども、やっぱいい表情するんですかね。そうなんですかね。まあでもすごいこのリアル鬼ごっこの時もそうでしたけど、うん、この叫んでる顔がたまらないっておっしゃってくれる、おっしゃってくれる方がたくさんいて、いやもうすごい人のものでも叫んでいただけないでしょうか。でも2回目で一発ですか。本当に？いやこれ私でもすごい顔してて大丈夫ですかね。今優等生の顔を殴ってます。今そうなんです、あの優等生の子、東大、ありがとうございます。そうなんです、コメントいただいてありがとうございます。東大に行く男の子を、はい、殴って、うん、で、まあ、最終的に気狂ったように叫んでやっぱり気狂う、ね、そうなんです、うん、死ぬっていう、リアル鬼ごっこ3もぜひぜひ、はい、あいりちゃん目当てにレンタルしてください。なかなかすごいですね皆さん、いや面白いですね。はい、じゃあここでなかなかここでしか聞けない皆さんの
プライベートなことに迫っていこうかなって思うんですけれども、はい、今日なんかね、なんか何でも話しますみたいな感じで言ってくださったんで、いろいろ一人ずつ答えてサクサク質問コーナー、はい、いいですね、ここでしか聞けないリアルなゲストの大丈夫リアルなプロフィール、イエーイ。じゃあ一人ずつね、サクサクサクっといきましょう。はい、はい、じゃあ改めて名前からどんどんどん。はい、石塚瑞希です。はい、お誕生日は、1992年6月9日双子座です。大型です。そうなの、はい、私も双子座。はい、この世でめんどくさいと思うことはありますか。めんどくさいこと、めんどくさいことは、めんどくさいこと、めんどくさいこと、何やってる時が楽しいですか。何をやってる時が楽しいですか。お芝居してる時です。はい、逆に一度はやってみたいこと、これから、あ、海外に飛びたいです。自力で、あの、私一回も、神奈川県じゃないや、なんて言うんですか、沖縄とか北海道とか地方に飛んだことないんですよ。行って大阪に。海外言うとったやん今。全然海外じゃなくて沖縄だったよ。行ったことなくて、それで海外すら一回も生まれて。じゃあ海外行くとしたらどこ行きたい。ハワイ。一番行くとこに。そう、意外となんか行くとベタなところ、いいところに。休日の過ごし方、休日の過ごし方、寝るか一人でショッピング行くか、友達と遊ぶかですね。みずきちゃんの口癖は、口癖なんだろう、何、みずきちゃんの口癖ねっていう、ねはい、今欲しいもの、わあ、いっぱいある、いっぱいないな、欲しいもの、欲しいもの、欲しいもの、愛情。キュンとくる異性の仕草。あ、もうそれ匂いですね。仕草というか、匂い、あと頭ポンポン、単純なポンポン。頭ポンポンやばいね。頭ポンポンやばいね。あといきなりハグとか、なんかさっきから愛の言葉ばっかり言ってる。壁ドンとか。壁ドン。流行りの壁ドン。今流行りの壁ドン。ああいうのちょっとキュンキュンしちゃう。はい。じゃあ大切にしているもの、大切にしているもの、人。さっきからそうございますね。ありがとうございます。みずきちゃんのリアルプロフィール。それでは山本愛理ちゃん、名前から。はい、山本愛理です。誕生日は1992年4月28日です。星座は牡牛座。9月、あ、牡牛座、自分の星座分かんない。4月、牡牛座です。4月か、4が。血液型は A 型です。 A 型なんだね。誰も知らない私の悩みは。私の悩み、最近寝れない。危ない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 。憧れのデートってありますか。憧れのデートは、私は海辺を歩きたいですね。デートで、はい、砂浜とか。砂浜を、すごいドラマ見すぎちゃってる感じ。愛理ちゃんの人生でこれだけは欠かせないっていうものありますか。人脈です。おお、大人やね。大人や、大人や。いい女の条件って何ですか。いい女の条件、条件、いい女の条件、やっぱり心が広い。ああ、なるほどなるほど。ファーストキスはいつですか。まだです。はっ。私、まだです。何でも答えてくれるぞ。何でも答えてくれるぞ。じゃあ、得意料理ってある。得意料理、私料理できないんですけど、強いて言うなら焼きそば。今まで人に言われて嬉しかった言葉は。ありがとう。大切にしているものは何ですか。大切にしているものは、なんだろうな、いっぱいあるけど、大切にしているもの、クマちゃん。ありがとうございました。それでは、誰も知らないリアルプロフィール、宮沢忍さん、はい、名前からお願いします。宮沢忍です。誕生日は
1985年11月7日です。出身地は？出身地は東京です。血液型は？ A 型です。好きなタイプの芸能人？好きなタイプの芸能人そうですね、いっぱいいるんだよな。生放送にね、これ残っかね大事大事大事。長澤まさみさんですかね。わかるわかるね。あ、好きな人？異性を落とす必殺技は？はい、異性を落とす必殺技。好きな人ができると、はい、俺ってこういうことしちゃうなみたいな。僕は基本尽くしちゃいますね。おどうやったらその子が楽になるかと、どう、うん、動きやすいようにというか、してほしいだろうなみたいな。尽くすんだ。一度はやってみたいことありますか？一度はやってみたいこと、スカイダイビング。あー、やってみたい。そう、スカイダイビングでしょ、飛行機で。そうなんです。パラシュートでやってみたい。毎日の生活で欠かせないことってありますか？毎日の生活で欠かせない、寝る。寝る、うん、広がらなかったね、まあね、うん、大事大事。じゃあコスプレをもしするとしたら、はい、何になりたいですか？なんだろう、何でもいけそうですね。いやー、メイドさんとかですかね。似合いそう。でもメイド、似合う。絶対。趣味って何かあるんですか？趣味は釣りですね。最近は全然行けてないんですけど。何をやってる時にテンションが上がりますか？飲んでる時男らしい。男らしい。なんだろう、口癖？口癖、ああ言うんだ。分かんないです。分かんないです。なるほど。特技？それなんですよね、そこが出てこないんです。特技がないんです。でもなんか私聞きましたよ、特技あれでしょ、作業。ああ、そうです。特技と言っていいのかどうかわかんないですけど、リハビリの仕事を今、資格を持っててやっているので、うんうん、まあ、ちょっと人の体のことだったりとかっていうのには詳しいかなと思います。特技、リハビリ。うん、そうですね、特技、職業、特技というか、職業というか、なんというか。はい、じゃあ、しのぶさんの大切にしているものは何ですか？大切にしているものは、家族ですかね。ああ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。やんなくなっている。すごいね、面白いですね。いきなり言われるとすごい、やっぱ分かんないですね。ドキドキしちゃいますね。すごい楽しかった。今楽しかった。笑った。ドキドキしたよ。さすがに笑った。さすがに。さすがに意外とアドリブっていうか、なんかね、瞬発力弱い感じ。弱いですね。おっとりしてるっていうみきちゃんからの情報。僕ですか？ええ。そうですね。なんかすごいゆっくりなんですよ、喋り方が。とかもなんか結構マイペースなところがあるので。わかります。私もまったりって感じ、うん、まったりいいですよ。うん、そう、まったり行こう。うん、はい、まったり。でも二人はガンガンですよね。私ガンガンですか？ガンガンですか。テンションがおかしいだけだと思います、私多分。うん、夏らしいことって何かしました？あ、この間、はい、夏休み1日しかなくて、うん、その夏休みにバーベキューしましたよ。あ、いいですね。どこで？海？お台場の。お台場？なんか屋上みたいなのがあって。屋上？お台場に屋上にバーベキューできるスペースがあって、そこでバーベキューしました。あ、いいね、バーベキュー。楽しい。超楽しかったです。なんかね、もう夏って感じだよね。外でご飯食べるとか。そうなんです。ね、超いいですね。私あれ行きました。あの天然氷のかき氷食べるやつ。おいしそう。ほわほわで、ピンってなんないのか、すぐ溶けるから、超美味しかったです。あの3時間料理、すごい慣れるんですよね。パピンスみたいなやつですか？韓国のパピンスみたいなやつ。あ、うんうんうん。多分そう、そう。そうかも。ふわふわしてるやつ。ね、天然氷、今流行って、今年なんか、うん、かき氷流行ってる。流行ってますね。私、花火行きました。あ、何花火？江戸川の花火大会に。いらないよね。行きました。江戸川の花火は、去年なかったでしょ、雨降って。あ、そっかそっか、そう、大雨だった。中止になって、うん、今年はね、すごかったよね。そうなんです、ちゃんとこう、シートを張って、場所取りして、場所取りして、ちゃんと目の前で見ました。え、お友達とかが、はい、お友達とみんなで。え、もう3時ぐらいから行って。そうです。もう携帯つながんないんですよ、ね、そうなんですよ。そうなんだ。私も何年か前に江戸川区の花火をよく行ったんですけど、友達が前の日の
昼ぐらいから家族で撮っててくれて、はい、やばいですよね。すごいですもう本当に人がゴミのようにいるんですよ。すごい。いやでも、ゴミが、社会ゴミが、言葉が、そう、でも携帯つながんないんで。あ、豆のようにいるんだ。アリのようにじゃない。アリのように。アリのように。はい。じゃあ、今年一番夏らしいこと何ですか？今年は海に行きました。あ、海。どこ、どこの海行きました？弓ヶ浜っていう、静岡なんですけど。弓ヶ浜。南伊豆ですかね。あ、じゃあ結構綺麗なんじゃない？そうです。白浜とかよりもうちょい先なので、だいぶ綺麗なとこだった。あ、そこでじゃあ今日結構焼けてる感じで。そんなに焼けてる。あ、そんな。いや、ジグロなんですよね、僕。ジグロなんですね。海楽しいですね。楽しかったですね。はい。夏らしいこと皆さんしてますか？まだまだ残りがね、いっぱいありますから、夏らしいこと皆さんいっぱいしてくださいね。さあ、それでは。時間も迫ってまいりましたけれども、ラビッターアイリスお二人のライブ改めて告知の方お願いします。はい、はい、ラビッターアイリスボリューム2望遠鏡タイムマシーン、こちら、8月の28日、あ、8月の29日、金曜日ね。そうです、間違えない、ました。そうなんです。8月の29日、金曜日。金曜日、6時、オープンの7時、開演です。場所は渋谷のグラッド。ブラッド、渋谷ブラッド。グラッド。ブラッド。グラッド。道玄坂。はい、上がった右のところにあるんですけども、はい、そちらで、やりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。お二人と、しのぶさんが MC で、はい、出演されます。そしてそして、石塚みずきちゃんも、はい、もう一つお知らせが。そうなんです。皆さんにお知らせがあります。はい、9月の3日から、7日まで劇場シアターブラッツにて落ちこぼれヒーローという、まあ、舞台ですかね。舞台ですね。はい、あの人形、人形じゃない、間違えた、あの人情劇コメディですね。人情劇コメディ。人情ダメだ、人情、人情ね、人情あの的な、まあ、コメディですね。コメディの舞台を、あの出演すること、そうそうですね、はい、出演することにコメディですなりましたので、私は忙しいじゃないですか。そうなんですよ、忙しいんです。29日にライブをやり、3日から本番ですっていうお芝居で。そうなんです。これなんか A チーム、 B チーム、そうなんです、ダブルキャストで。私は A の方に A チームで出ますので。これはどんな役をやられるんですか？今までやったことない超ぶりっ子でギャルっていう、あ、そうなんだ。なんかね、どぶりっ子、ボーイッシュな、そうなんです、元気な活発的な役が今まで多かったり、不思議な、なんか謎な女の子っていう感じ、ね、雰囲気の女の子が多かったんですけど、もうこれはもう本当にギャルなんて言ってね、みたいな子をやってる感じですね。こんなのは恥ずかしいんですけど、まあでも舞台は恥ずかしくないです。そうですよね、アイドルだから。アイドルじゃないですけど。あれ、アイドルじゃない、アイドルじゃないです、役者です、役者ですよね。はい、そう、やっておりますので。9月3日から7日はい、会場がシアターブラッツで、はい、みずきさんやりますので、落ちこぼれヒーロー、ぜひこちらもお願いします。見に行きたいという方はどちらに連絡すればいいんですか？私のツイッター、ブログあります。フェイスブックもやっております。石塚みずき。みずきはひらがなで、つに点々です。つに点々じゃないので間違えないでください。検索したらいろいろ出てきますので、そこでポチッとやっていただければ。このライブ行きたいという人も。あ、そうですね。これも、あのみんな、みんなのブログ、ツイッターやってますので、はい、それぞれ、はい、検索していただいて、メッセージ、はい、メッセージで、メールなどしていただければと思います。はい、また、ぜひこのブログからも皆さんのところに飛べるように、はい、ありがとうございます。はい、さらに、告知あるよっていう方、はい、はい、アリちゃん。私、ちょっとすみません、チラシが今ないんですけども、はい、前回、作品に出演させていただいた、山田裕介さんの原作のライブっていう、あの映画が9月2日に DVD になって、あの発売になりますので、9月2日、はい、DVD 発売、はい、そちらで私、あの、はい、初めて、うん、セミヌードに挑戦してます。そうなんですね、そうなんです、見て見て見て、見て見て、じゃあぜひ、あの今日リツコの窓でも、いや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 、そうなの、そうなん、初めてすごい自分の中で一番の挑戦をした作品になってますので、最新作、はい、私の中で一番最新の映画なんですけども、そちらの方
チェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。渋さん。告知。はい。特にやりません。これでしょ、これでしょ。これ、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 これ。よろしいやるんで見に来てください。望遠鏡タイムマシーン、ラビッタ、アイリスのライブ、ぜひぜひお越しください。お願いします。はい、今日はあっという間のお時間で、ありがとうございます。さん、ありがとうございます。いや、超楽しいですね。本当楽しかったです。本当楽しかったです。楽しかったね。なんだろう、すっごく楽しかったね。しのぶがあります。しのぶちゃんが喋ると、そうなんですよ。だいたいそうなんです。そうなんです。僕が喋るとこうなるのが分かってるんで。そっか、ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。またぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、ライブも頑張ってください。ありがとうございます。それでは最後に、恒例なんですけど。はい、恒例です。はい、分かってますよ。大丈夫ですよ。分かってます。分かってます。言ってきましたね。はい、ありがとうございました。皆さん、まだまだ暑い日が続きますので、お体ご自愛ください。それでは皆さん一緒にお願いします。はい、ピッツかな？はやー！え？ピーン！もう一回お願いします。テイク2です。生なんで。生放送ですか、皆さん。お願いします。